どうも、ゆるふわチャンネルです。今日もご視聴ありがとうございます。さあ、今日はね、夏といったらゴーヤ。ゴーヤですね。シーチキンをね、合わせた簡単なね、炒め物をご紹介したいと思います。和風に仕上げようと思ってますよ、今回。和風のね、炒め物やっていきますんでね。ぜひ最後までご覧ください。はい、ではね、作っていきましょう。はい、ではね、ゴーヤの準備していきましょう。ゴーヤね、頭の方はちょっとね、落とします。尻尾もね、落としますよ。はい。そしたらね、まずね、半分に切った方がいいか。その方がね、やりやすいですよね。半分に切って、はい。はい、縦に割ります。そしたらね、この種ですけれども、スプーンか何かでね、こういう風に種を取っちゃってください。はい、こんな感じでね。この綿も一緒にね、取っちゃってください。はい、こんな感じでね、いいですよ。はい。そうするとね、ほら、ゴーヤって感じがしますよね。あ、ゴーヤも爽やかないい香りします。これ美味しそうですね。ゆるふわ。はい、ゴーヤね、1本分種取りました。はい、そしたらね、ゴーヤ切っていきます。はい。だいたいね、5ミリ、5ミリ幅ぐらいですね。こんな感じです。炒め物にね、ちょうどいい厚さです。例えばこれ唐揚げとかにするんだったらちょっと太めがいいとか、ね、いろいろあります。なんかサラダにするにはね、薄く切った方がいいとかね、いろいろありますけれども、炒め物ならね、まあだいたい5ミリ幅ぐらいでね、ものすごくゴーヤのいいところが出ると思いますよ。はい、ではね、やっていきまーす。まずね、油です。まだね、火はつけてませんよ。はい、まず油ですね。油をだいたい大さじ1杯分ぐらい入れますね。そしたら、そこにゴーヤ入れます。まだね、火はつけてません。これをね、コールドスタートって言います。はい、このチャンネルではね、もうコールドスタート一押ししてます。ね、その方がね、なんか落ち着いて料理ができるんですね。はい。こんな感じでね、ちょっとゴーヤをね、綺麗に広げてあげてください。はい、そしたらね、火をつけますよ。はい、はい、どん。はい、中火にします。はい。でね、ゴーヤに焼き色をつけたいんでね、しばらくそのまま置いといてください。そしたらね、パチパチ言い始めます。はい、ゴーヤがね、パチパチ言い始めました。そしたらね、炒めていきますよ。はい、よいしょ。あ、まだ焦げ目はついてないな。まあでも炒めてる間にね、焦げ目はどんどんついてくると思います。でね、こうやって炒めてるとね、緑色がね、だんだん鮮やかになってきます。なのでね、この鮮やかな緑色っていうのをね、全体的に広がるようにね、きちんとムラなく炒めていきましょうね。そしたら、綺麗なゴーヤの炒めができますよ。はい。ではね、ゴーヤの方に多少焼き色がついたらね、ここにツナ。はい。全部入れます。で、ツナはね、もう、火が通ってるもんなんで、そんなにね、がっつり炒めなくて大丈夫ですよ。はい。そしたらね、一旦火を消します。はい。火を消してね、味付けしていきましょう。味付けはね、もう本当に単純です。まずね、白だし。白だしをね、大さじで1杯分ぐらいですね。大さじ1杯分ぐらいのね、白だしを入れます。はい。そしたらね、ここに、カツオ風味の本だしです。ほんと、少しだけ、ほんと少しだけです。小さじで、先っちょ分ぐらい。小さじの、ほんと3分の1とかね、そんなもんです。ほんの少し入れてください。はい。そしたらね、ちょっとこれ溶かしてくださいね。はい。こんな感じで。はい。そしたらね、今度火をつけます。はい、どん。はい。中火にしまーす。はい、炒めていきますよ。はい。ある程度ね、このさっき入れた調味料が温まったらね、今度ここに卵入れます。ドン。はい、卵入れてね、ちょっとゆっくりね、火を通していきます。こんな感じでね、卵を全体的に絡めるような感じでね、こんな感じで炒めていきます。
はい、卵にね、完全に火が通ったら、これで完成です。もぎつけていきますよ。はい、ではね、もぎつけていきます。このね、ゴーヤのいい香り、爽やかな香りとね、ツナの香ばしい香り、あとはね、この卵の香りですね。もう三味一体っていうのがね、また、この料理のいいところですね。はい、非常にね、食欲をそそる香りです。これね、食べるの楽しみですね。はい、それではね、これ仕上げにね、パラパラーとね、鰹節かなんかかけましょう。おー、鰹節かけましょう。はい、ではね、いただいてみたいと思います。まあね、ゴーヤチャンプルに似てます。けどね、まあ豆腐だったりとか、ランチョンミートですとか、そういったものね、ちょっと準備するのが大変だなーって方はね、これ、ツナ、家にあったらね、簡単にできます。卵とね、ゴーヤとツナです。はい、ではね、いただいてみたいと思います。いただきまーす。うん。和風だ。うん。美味しい。どう食べてみない？いただきまーす。はーい。お、こんな感じ。ゴーヤが結構爽やかだよね、やっぱね。ゴーヤ、いい、うん。いい苦味。ね。うん。やっぱゴーヤはね、苦くないとダメだよね。うん。うん、美味しい美味しい。これはですね、ゴーヤのこの爽やかなね、苦味とか、旨味、あとはね、このツナの塩味、卵のね、香ばしさ、そういったものが入ってね、それを、やっぱ白だしとね、本だし、鰹節、それだけでね、旨味が増してます。なのでね、強烈な塩味はしません。なのでね、すごいあっさりとね、量食べれちゃいます。なのでね、ビールのおつまみとかにする方はね、気をつけてください。これはね、ちょっとこの夏、大ヒットの予感。大ヒットしないかな。まあ、それはまあどうでもいいとして、この夏ぜひね、やってみてください。ゴーヤの食べ方としてはね、これ非常におすすめですよ。はい、ではね、また次の動画でお会いしましょう。